奈良電車区は奈良県奈良市にある西日本旅客鉄道の乗務員区所で奈良山駅に隣接している。本校では奈良地区の車両基地の歴史についても記述する。2012年5月31日まで関西本線、奈良線などを中心に運用される車両が配置される車両基地であるとともに運転士も所属していたが2012年6月1日に 研修体制の見直しにより、研修部門が、追加総合車両所の奈良支所として分離され、運転士のみが所属する乗務員区所へと変更された。所属組織の略号と、奈良の電報略号である奈良から構成されている。国鉄時代は、天奈良で、民営化後は、金奈良であった。その後の組織改正により、本奈良となり、1993年6月に、 大阪支社が発足して、大奈良を経て、2010年12月1日の組織改正により、金奈良となった。水田総合車両所奈良支所発足直前となる、2012年4月1日、現在の配置車両は、以下の通りで、すべて本区に配置されていた。現在の配置車両は、水田総合車両所配置車両を参照のこと。 1 0 3百2 0 1百2 2 1系なら電車区1 1 3系なら機関区なら機動車区なら運転所。ありがとうございます。